노래했어. 인스티상 아마 ということなんですが、マキノと比べるとちょっとね、かなりフォローアップも違うと思うので。 非常に今日のコースも、もうそもそも去年、前週と違ってアップダウンがもしあって、本当にマリーのコースもあったら、もう本当に大変だわって話をさっきもしてたんですけれども、彼女、先週のアキラのコース、非常に好きだって話をしてたんですが、今日のコースも非常に彼女好きで、コンディションも良いということで。主催者の皆さんもそして応援の皆さんもそして後ろかなり盛り上がってましたけどもね、ありがとうございますということで、明日のレースもマジハードになると思いますが、応援よろしくお願いしますということで、コングラチュレーションズ。さあ、そしてキメです。オーガニさん、そして第2おめでとうございます。ありがとうございます。いやもう本当にこれが復帰戦だったので、どうなるかと思いましたけど、
ちょっと思ったんですけど、やっぱ最後の週相当ボケたから、明日はちょっと気をつけて走らないと、やばいなと思ったんですけど、でも今日もやっぱ終わったー、お疲れ様です。明日の生ってすごく良かった。お帰りって声良かったと思います。明日に向けてファンの皆さんに一言お願いします。はい、明日もあの 全力を尽くして始めて応援よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、そして今日も攻めの走りでした。宮崎さん、いかがだったでしょう。今回はすごく面白かったんですけど、これコース、あの、しきれなかったので、怖くて、嫌だったんですけど、なんか、宮崎さん、コースになっちゃったんですけど、やっぱり、ショートコースなんで、あんなに立てないと、すごく悔しい。じゃあ、明日に向けてはもちろん。 今日、震災失敗をたくさんしたんで、明日も集中して、できるだけ、ちょっと、なく、いい結果を出せる。